これ、このケース。すいません。また購入しちゃってください。すいません。危ないね、これ。はい、はい、ふたはごめん、ふたちゃんね。88、健康チェックになってるあります。87、はい、これがね、検査の代わりなんですよ。いろんな検査できないからさ、はい、じゃあ今うんちをおしっこしたってことですね、はい、だからここに書いてきますね、はい、今下からうんちをね、でここはなしだったわけだもんね、はい、そのものは、はい、動きはどう？ちょっと顎を上げてて、うん、でまあ昨日がちょっとしょんぼりしてるじゃないですか。そうですね、それよりはいいと思います。そこはまあじゃあ50とそれと60ぐらい。そうですね、はい、まだ普通じゃないよね、これは。でもななどんだけ食べたんですって、コオロギ。コオロギは書いたんですけど、姫書いて多分まあ10匹ぐらい食べて、でまあ朝もまあ6、7匹、はい、はい、わかりました。あっちはまだあのゲルは食べてないんだよね。ゲルは頑張ってコオロギにちょっとつけて、朝はあげました。やっぱでもゲルだけ最初からたくさんつけると食べなくなっちゃうから、コオロギも、うん、ほんのちょっとね。あ、わかりました、うん、それであのまたお時間の時にちょっとドライかパウダー買ってきてもらって。そうですね、はい、うん、それも食べさせてもらった方がいいよね、はい、はい、ちょっとじゃあ顔色というか口の中の色ちょっと見せてね。嫌だよね、お口の中見られるの。ごめんね。うん、まあ、まだ白いね。こんな感じですね。こんな感じの色です。はい、で、お薬は飲めます？あ、一応あの今日も朝口のとこつけたらピロピロってしてくれたんで、飲みました。はい、入ったと思います。これ捨てちゃいますね、もう。はい、すいません。これ今日は調べませんのでね、はい、今度調べるのはちょっと1週間ぐらい、薬飲んで1週間ぐらい経ってからね。はい、はい、ここに入れていいよ。はい、で血流を良くする治療をちょっとやらさせてもらいます。はい、うん、それとじゃあお薬は何とか飲めるわけね。じゃあ飲めるんだったらさ、はい、A をさ何とか4回。あ、4回、はい、はい、1日に4回、はい、で B は1回だけど、はい、夜と夕方というか夜やってください。はい、SIDで。あれ、すごいね。飲まして、それで観察してください。で、体重がさ、はい、87だから、これをお家でもちょっと測っていただいて、はい、体重が一緒か増えててね、はい、うんちおしっこが出てくれればね、はい、それだけ控えに回してください。はい、それで、1週間分出てるから、はい、1月30日からだから6、ちょうどいいね、はい、連休明けぐらい、はい、はい、ただ調子悪かったらその限りじゃないですからね、はい、だからこれ観察して体重が減ってっちゃうとかさ、はい、うんちがもう、まあ、24時間、48時間出ないとかさ、はい、それもやっぱ食べてるのが少ないわけだから、はい、その時は相談してくださいね。わかりました。今まで2回ご飯あげてたから、まあ、2回あげてた、うん、2回やってもらっていいです。わかりました。で、コオロギだけだとちょっと栄養のバランスがどうかなと思うんで、はい、ちょっとその辺の、すごいね、いい動きしてるじゃん。あんだけさ貧血しててもさ、はい、こういうふうにできるわけですよ。ってことは本能的にちょっとぐらい調子が良くてもさ、人前では元気そうに見せようと、そういうところがあるんでね、はい、で温度は 33.4 30ん違うか、これが温度、こっちが温度です、ね、あったかいんですね、はい、今日の朝一が26。そうですね、はい、そう、25個するんで、あったかければあったかい方がいいかなと思いますから、はい、じゃあこれはつけてください、はい、はい、じゃあ薬は飲ませませんけども、はい、お願いしますね、はい、じゃああと吸入療法と酸素療法しますんで、はい、入れてください。はい、これじゃあ、はい、